ビ<ズ>アメリカの国務省は15日世界各国の人身売買に関する2023年版の報告書を発表し日本で外国人技能実習制度の参加者に対する強制労働が続いていると改めて指摘しました報告書では日本政府の対策が人身売買の根絶において不十分だと批判しました 国務省は過去の報告書でも日本の技能実習制度を問題視してきましたが今回はバングラデシュやブータン、ミャンマー、フィリピンなどからの参加者が曖昧な手数料を過剰に支払っていると指摘していますまた中国やロシア、北朝鮮などを最低ランクとし中国では政府が新疆ウイグル自治区で少数民族を集団拘束するなどし 国家が支援する形での強制労働が中国に蔓延しているとしました。